シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品4月19日20日公開の作品について語りながら、今週のシネマサロン課題作品を決めていきたいと思います。では早速武井さんお願いします。1本目の丸、20丸ありません。陰陽師ゼロ、1本目これなんですね。ベストセラー陰陽師の夢枕幕府先生による原作からスピンオフして、陰陽師の前になる、陰陽師になる前の物語を夢枕幕府先生、完全協力のもとオリジナルストーリーで映画化。監督脚本は、佐藤志摩子監督ですね。1960年生まれ。もう佐藤監督も60歳なんですね。バージニアで92年に、商業デビューして、まあ一番代表作はあれだよね、 K20 怪人二十面相伝が一番有名かな。まああとエコエコアザラク2本撮ってると思うんですけどね。でまあ、一番有名なのはあれだよね、山崎隆監督の奥様ってことですよね。だからこれあれだよね、多分白組だよね、あのあれは特殊効果は、勝手に言ってますけど。ということでキャストもね今揃ってて、ちょうどあの大河でね、なんだっけ、花何光る君なんで花になっちゃうのなんだろうって思いながら聞いた光る君やってるとこで、ちょうど同じ頃の時代ですよね。あの安倍の生命出てきますからね、光る君、ね、そうね、呼び名は違いますね。春の明か、うん。まあいうことで、まあ、あの中山崎賢人と染谷翔太のコンビがね、であと板垣李光人君がなかなかいかにも平安の透けこましな感じでいいですよ、まあ、その他いろいろ出て、小林薫さんも大活躍ですね。法学科の教授やってますか、朝。まあいうことで、あれですね、まあこれが今週一番見たいかなと。2本目の丸、偉人たちということで、2023年のアメリカイギリス映画でアカデミーに来るかなと思ったけど、バフタは6部門来ましたけど、アメリカのアカデミー賞にはノミネートされませんでしたね。でゴールデングローブ賞では主演男優賞、こっちの、アンドルー・スコットの方がね、候補になりましたね。全米映画批評家、協会賞の主演男優賞を受賞して、イギリスインディペンデントスピリット賞、スピリットムービーアワードも14部門の候補になって7部門受賞してますね。で原作は、もちろん山田太一先生でございますね。で彼が原作を書いて日本で、大林信彦監督の手によって映画化されましたけど、これは原作の、映画化ということで、かなりあの改編もされていて、アンドルー・ヘイ監督独自の、お話になっていると思います。アンドルー・ヘイ監督は1973年までの51歳ということで、まあ、先だってあのウィークエンドがね1週間限定で特別に公開されてました。まあ、僕はさざ波ぐらいしか見てないかな。見てないよね。見てないですね。一本もね、荒野にてとかもね結構有名だったと思いますけど、ね、今回はアンドルー・スコットとアフターサンアフターサンのポール・メスカルとウィズ・ジェイミー・ベル&クレア・フォイになってますね。ということで、あ、これ東京国際映画祭出品されてるんですね。何も撮らなかったんだねその時、不思議ですね。まあいうことで、まあこれも非常に楽しみな作品だと思います。3本目の丸、ジャック・リベット、傑作選の中からパリでかくれんぼ。まあ、これはあの1996年に、日本でも公開されてますけど、もともとは1995年のフランス・スイス映画、日本では翌年の12月7日にコムストック配給で、公開されてますね。ただ今回やる中で、見てないので、まあ、これが見たいかな。しかも完全版だからその時よりも長いんだと思います。日本劇場公開時より10分長い完全版ということで、2時間49分ですねの今回はあの上映時間になってます。まあ、あのジャック・リベットは日本で初めて公開されたのは彼女たちの舞台だと思うんですね、いわゆる商業公開は。でこの時結構見て気に入って、多分その年の
暮れぐらいかな、あの伊佐亀が公開されたんじゃないかと。で一気にジャック・リベットがそれまであのシネクラブとかでしか上映されてなかったのに、まあ、商業公開されるようになって、まあ、一時リベットブームみたいな感じになりましたよね。いうことで、まあ、リベットは結構その時に面白く見たけど全然あんまりはっきり覚えてないので、彼女たちの舞台かなり結構当時気に入ったんですけど、あんま覚えてないですねもうね。いうことでね、あのぜひまた見たいなと思いまして、とりあえずパリでかくれんぼ完全版を、3本目の丸にしてみました。次4本目の丸、リクエストも多分来てると思いますけど、辰巳ですね。ケンとカズがね2016年ですか公開されて、そこで長編デビューしました庄司宏監督の第2作目ということで、あれからもう早8年経ってるんですね。早いよね、うん。まあ、その間にねケンとカズで主演した加藤新介さんと何だっけ、マイクマカツヤさん、マイクマカツヤさんもあのかなり人気が出てきました。マイクマさんはもうスターに近い域に来てると思いますけど、昨日もテレビで見たばっかりですけど、うん、いうことで2人がね結構それで出てきた作品だと思いますけど、今回はその加藤さんとあれで共演した何だっけ小野田一万夜を超えてで共演して、あの時主演した遠藤優也さんが主演、森田心さんと一緒に出ていて、加藤新介君と一緒にあの劇団やってる後藤武則さんと、あと演出やってるなんだっけあの人なんとか智之さんも出てるみたいですね。なんでだろう、なんかつながりがあるんだろうね。でしょうね、うん、なんだっけ大体あそこはオーストラマコンドかな、というのをね劇団ユニット劇団やってますよね。倉本智之さんかが、あの演出なんだけど、あ倉本さんも今回出演してんだよね。で後藤武則さんと倉本さんが出て、加藤君は出てないと。で今回留川藤原季節さんになってますよね、いうことでキャスト的にも非常に見てみたいなということで、あと剣と数はね、僕もあれは確か東京国際映画祭の、日本映画スプラッシュ部門かな上映された時に見た、いや違うな、試写に呼ばれたのかな加藤君に、それ試写で見たかな、ちょっとよく覚えてないな、どっちかだと思いますけどね。今回もこの作品も東京国際映画祭のアジアのなんだっけアジアの未来部門に出品されたということで、ね、希望を捨てた男と家族を失った少女の復讐の旅路を描いたジャパニーズノワールという映画 .com の説明でした。どんな風に出来上がったかちょっと見てみたいなと思います。三角の1本目、王貞治青春ですね。まあこれ三角にしたのはなんと言っても上映時間が3時間35分なんで、いやこれ丸にするとさちょっと見られないよね。これ休憩あるんですかね、どうなんだろう、なくて3時間半ってかなりきついよね、かなりきついよね、生態的にはね。何も書いてないんだよね。今回あのワンビン傑作選がね21日から、上映されるみたいです。苦い税銭鉄細工芳名中国の記憶資料魂収容病棟ね、まあワンビン監督はドキュメンタリーのもう巨匠と言ってもいい監督だと思います。1967年生まれで当年57歳ということで、三姉妹雲南の子でなんと三大陸映画祭で作品賞と観客賞、ベネチア映画祭のオリゾンティ部門のグランプリ、それからミセスファンで、ロカルの映画祭のグランプリ、苦い銭でベネティア国際映画祭オリゾンティ部門の脚本賞、無言歌でキネマ旬報ベスト10外国映画監督賞などさまざまな作品で評価されている山形ドキュメンタリー映画祭なんかもねかなりたくさんの作品群を上映していると思います。まあアジアのドキュメンタリーの巨匠ですね。ただまあいつも見られないのはなんといっても上映時間が長すぎて、ワンビン傑作選でやる鉄細工なんか9時間5分だ、これ何回入ってんだろう、あのあれがね。で資料魂が8時間28分うえ一番短い苦い銭で2時間43分まあこれワンビン見ようと思ってる人も相当この上映時間でへこみますよね、うん、ほぼもうその週は他の映画見られないってことですよね。前作見ましたとか言ったらすごいね、
あ全部ね、前の作品なら見てますよって人もいると思うけど、全部見ました。全部はね、ちょっとどう、竹内さん全部見てないの？いや見てないでしょどれも見てないのって。見てないですね、上映時間に負けるタイプなんでまあ見ればね、多分そんな3時間とか割とあっという間なんでしょうけど、まあムビオラさんがね多く配給をしてますよね。社長全部ご覧になったんですか、ね、それ見てるのは待ってるでしょ。そうだよね、すごいな、見なきゃ買わないでしょ。だっていくらの、いや見なくても買ってるかもわかんないけど、後では見てるよね、絶対見て買ってるなと思うな。いやもうワンビーになら全部買ってんじゃないの。あそうか。であとほら字幕チェックとかしなきゃなんないから、絶対見なきゃなんないけどね、まあいうことで楽しみですよね。はい、次三角の2本目、まあ先週ですか、先々週あのシネマアートでマジカルガールやって、何の作品の記念上映なんですかねって言ったら、竹内さん調べてないんですか、マンティコは怪物ですよって言われましたその通りですね、カルロス・ベルモント監督作品ですね、マジカルガールが、サンセバスチャン国際画祭でグランプリと観客賞をダブル受賞して、一躍世界の注目を浴びる監督になりましたね。まあ、なんか今回もあの日本オタクのゲームデザイナーの妄想を描いた映画ということで、まあ、なかなか面白そうですよね。2022年のスペイン・エストニア映画で東京国際画祭に出品されて、ゴヤ賞とガウディ賞4部門で候補になってますね。賞は取ってないみたいですけど、でもなかなか内容は面白そうですよね。これもちょっと見てみたいなと思いました。次三角の3本目、2回目の登場になります霧の淵が拡大公開になりましたんで、取り上げてみました。なんとあのユーロスペースで独占先行で2週間ロードショーしてましたけど、19日から東宝シネマズシャンテほか全国で順次公開ということになりました。1作目の長編だと思うんですけど、これでサンセバスチャン国際画祭の新人監督部門に最年少で選出された作品ということでね、果たしてどんな作品なんでしょうかっていうか、見ましたけどこれ見たかったんで見てきました、はい、次、あれチラシを入れてくるのを忘れました。チラシはあったはずなのに。三角の 1,2,3,4,5 本目アマロック、ということでね、チラシに頼ろうと思って何も持ってきませんでしたけど、まあ、主演は、昨日もね夜中、ソロ活女子のすすめで見ました。なんだっけあの人、江口さん、江口のり子さんが、主演ですね。それでお父ちゃんが、笑福亭鶴瓶さん。笑福亭鶴瓶さんの若い頃誰が演じてると思います？全然わかんない。誰なんだろう。何悟さんだっけ。松尾悟さんが若い頃を演じて、パパイヤ鈴木かと思った。いやそれは若くないでしょ全然鶴瓶さんの若い頃ってすごいアフロ、もうアフロのめっちゃでかくてね。いやそれは鶴瓶の若い頃であって、このアマロックの中にどうせ髪今ないからさ若い頃アフロだったかどうかなんて分かんないじゃん。いや鶴瓶さんが若い頃って思っちゃったのね。しかもパパイヤさんっていくつだと思ってるもう60でしょだって。アフロ他に思いつかなかったんだよな。であのね、突然お父ちゃん結婚するでって言って、誰とやっつったら20歳の美しき、ね、すごいですね。なんだっけあの人、中条あやみさん。あれ中条でいいの？はい、中条あやみさんが出ててね。で監督の中村和弘監督は1973年生まれの51歳で尼崎出身なんだね。だからまさにそのアマロック、ということで、アマロックのアマは多分尼崎の尼と女性もかけてるのかもしれないけどね。でこの中村監督は女子高生探偵愛ちゃんで初監督、初長編監督を2018年デビューしています。次三角の 1,2,3,4,5 本目、今週は特殊上映からこのエンニオ・モリコーネ特選上映っていうのもありまして、まあ初公開ラカリュハっていうのもあったんですけど、やっぱ死刑台のメロディーはね僕テレビでしか見てないんですよね。昔これ日曜洋画劇場で淀川先生 の解説で見ましたね、はい皆さんこんにちは、淀川長春です。今日はすごい映画お届けしましょうね、はい今日の映画死刑台のメロディー言うんですねいうことで死刑台のメロディーですね、ジュリアーノ・モンタルドのもう代表作ってこれしかないぐらいだと思いますけどね。歌がジョン・バイズのっていうね、あの曲ですね、はい、ジョン・バイズ
で、ジャン・マリア・ボロンテ、リカルド・クッチョーラ主演でね、なかなかこう有名な、これ現代がサッコエ・バンゼッティっていうタイトルになってますけど、英語タイトルもサッコ&バンゼッティということで、サッコとバンゼッティ事件っていうのがあったんですけど、それを映画化した映画で、まあ当時かなり話題になった映画ですよね。この死刑台のメロディーはカンヌ映画祭に出品されて男優賞を受賞して、キネマ旬報ベスト10では第3位、監督のジュリアノ・モンタルダさん、1930年まで2023年に亡くなってまして、享年93ということでしたね。で、今回このエンニオ・モリコーネ、あとでちょっと特選上映特集のところでご紹介したいと思いますけどね。次、三角も7本目ぐらいかな、ダブルライフということで、レンタル夫と、本当の夫との二重生活を送る、奥様の話ですね。監督は中国の名門北京電影学院を卒業して立教大学大学院に進んだヨ・エンエンさん。ちょっと中国読みがよくわからないので日本の漢字読みで言ってますけどね、いうことで、これがあのスキップシティ国際 D シネマ映画祭2020にて、コンペティション部門最優秀長編賞、国内コンペティション部門最優秀長編作品賞を受賞しましたね。いうことで、そういう映画だったらちょっとどんなか見てみたいなということで三角に入れてみました。三角の 1,2,3,4,5,6,7 本目、最後の作品はさっきご紹介したエンニオ・モリコーネ特選上映から初公開のラ・カリファ。まあ、 あの日本では公開されなかったのはきっといろいろ理由があると思うんですけど、まあ、多分商売性に欠けるというふうに当時の配給会社の皆さんが、思われたんじゃないかなということで、1970年のイタリア・フランス映画ですね。カンヌ国際映画祭に出品して、イタリアアカデミー賞と言われているダビッド・デ・ドナッテロ賞と イタリアのゴールデングローブ賞の主演男優賞を受賞しています。ウーゴ・トニャッツィが受賞してますね。それから全イタリア映画ジャーナリスト連盟の、連盟賞の3部門の候補になっていて、そのうち2賞を取ってまして、新人監督賞と助演女優賞、助演女優賞はマリーナ・ベルティが受賞してますね。で、監督のアルベルト・ベビラクアさんは1934年生まれ、2013年、去年79ということで、カンヌ国際映画祭1回、ベネティア、国際映画祭2回、ダビッド・デ・ドナッテロ賞の脚本賞1回受賞してますけど、日本では、劇場公開されたのはマリオ・バーバのホラー映画の脚本家として2本マリオ・バーバの作品やってます。もう1本日本で公開されてるみたいですけど、まあ、だから監督作品としては初めての公開ということになると思います。次、ランク外作品の1本目はジャック・リベット映画祭から地に落ちた愛完全版ですね。1984年生まれだって84年のフランス映画で、日本ではそれからかなり経って1993年の8月14日コムストックとテレビ東京共同配給、ベネティア国際映画祭に出品され、その初公開、93年の初公開の時よりも51分長い完全版を 4K デジタルリマスター版でということで、今回は、176分ということはサブ68、ほぼ3時間にかけること4分ということですね。2時間56分という上映時間になる。もう長いのばっかだね、みんなね、大変ですね映画見るの。続いてランク外の作品2本目、彼女たちの舞台ですね。僕が初めてリベットを見たのはこれか、あ、いや、シネクラブで上映したのも見たことあったと思うんで、まあ何本、商業作品としてはこれ初めて見た作品ですね。1989年生まれのフランススイス映画で、1991年の2月1日にユーロスペース配給で、公開されてます。劇場もユーロスペースだったと思いますね、確かね。僕の記憶だと昔のユーロスペースで見た記憶がありますね。ベルリン国際映画祭に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞していますね。演劇学校に通う女性たちが、巻き込まれた事件の行方、現実と虚構を織り交ぜながら描いたミステリーということで、これをかなり当時面白く見た記憶がありますね。次、3本目、見知らぬ人の痛み。これ27分の短編ですね。
インターネット上の不適切コンテンツを監視するコンテンツモデレーターを題材に取り上げた短編ということで、ちょっとこの題材は面白そうだなと思ってちょっと見てみたいと思いました。監督脚本は天野大地監督ですけど、これもスキップシティ国際 D シネマ映画祭観客賞を受賞してますね。の勝手に死ぬなという作品があったんですけど、など多数の短編映画を、作られていて、その短編映画の最新作ということですね。これは制作年度は書いてないんだね。あ、書いてあった。2022年になってますね。27分の短編と、ちょっと面白そうだな。この大西さんってなんて読むんだっけ、これ。レイに、あの、方向の方って書いて、いつも読み方忘れちゃう。あやかさん。あやか、はい、これであやかって読むんだ。まあね、いつも忘れちゃいますね。難しいよね、ちょっと読めないね。あ、佐々木ここねも出てるわ。ちょっとね、見てみたいなと。まあ27分のためにわざわざ行くのはあれなんで、うまく時間があればね、ぜひ見てみたいと思いました。次、チラシをゲットできなかった。いや、チラシゲットした記憶があるんだけどな。最近並べ方が悪いのかな。94歳の芸ですね。激動の時代を生き抜いてきた94歳同性愛者の姿を通して日本の同性愛史を紐解くということで、監督は吉川元気監督、1989年生まれの35歳で、2022年ドキュメンタリーシリーズの映像というシリーズでディレクターをして、13歳の声でラインジャーナリズム賞、小児性犯罪当事者たちの証言でギャラクシー賞、奨励賞、JNN ネットワーク協議会賞、ラインジャーナリズム賞などを受賞しているテレビのドキュメンタリー監督だったんですけど、今回は劇場版ということですね。伊藤文学さんってほら、なんだっけ、バラ族だっけの編集長、はいはいはい、なんかのなんかインタビューも入るらしくて、結構興味深そうなんで、ちょっと見てみたいなと思いました。面白そうです。続いて大阪カジノ、まあ監督はあの大阪のバイオレンスアウトロー作品、結構大阪下道シリーズとかコントロールオブバイオレンスとか大阪闇金とかをお作りになっている石原貴弘監督、1979年生まれ45歳ですね。逆境にもめげずに夢に向かって歩んでいく男の姿を実話を元に描いたヒューマンドラマということで、まあ、この監督もかなり作品を作りになってますよね。一部で結構熱狂的なファンもいるみたいで、僕の知り合いも石原貴弘監督ファンっていうのいますよ、一人。うん、これは絶対見に行くって言ってましたけどね。大阪カジノ、ケーズシネマで独占公開ということですね。次、大阪の次は横浜ということでね、横浜、競争をテーマに横浜を舞台に愛と不条理と狂気に満ちた3編のサスペンススリラーからなるオムニバス映画ということみたいですね。監督、企画、プロデューサーは中村雄一さん。これは第1話の監督なのかな。で、第2話が依子純さんかな。第3話が金子智明監督。あ、違う。第1話、原作が金子智明監督で、第2話、横浜の家族、仮族かな。が依子純監督。依子さんなんだ。で、いや、いいよ。後で喋ってください。第3話、鹿面が中村雄一監督。はい、どうぞ。なんか、舞台の演出とかもね、依子さん結構やってて。あ、確かにね、うん。確かにそうですね。それで、うん、あの短編が、あの、カンヌのね、うん、あの、なんか特殊企画の、うんうん、あの、セレクションに入られた。あ、インターネットコンテンツかな。うん、あの、今の、なんていうの、デジタルコンテンツ部門なんかね、題が出されて、うんうん、48時間以内に作成して応募するみたいなやつに募集されて採用されて、すごいね、一昨年かな、参加されたみたいな。すごいな、もう超イケメンの依子さん。今回全編ワンカットらしいですよ。これ何分だろう、30分ぐらいなのかな、40分ぐらいなのかな、まあ、ちょっと面白そうですよ。次、劇場版ブルーロックですね。今回まあ上映回数かなり多くなると思いますけど、劇場版ブルーロックエピソードなぎ、テレビのアニメシリーズで結構有名になった少年週刊少年マガジン連載の原作ブルーロックからスピンオフしたやつですね。それのなぎ編ですか。ブルーロックエピソードなぎを原作としてそれを劇場版にしたということだと思います。まあ、もともとブルーロックは高校生300人が、そのブルーロックという監獄に集められて、
世界一のストライカーを目指し戦う姿を描いた作品らしいですけど、そこからナギというのが登場するわけですね。で、監督はテレビシリーズについて、テレビシリーズの副監督を担当していた石川俊介さんが監督、制作はテレビに続き、8ビットさんが制作ということになってます。配給はバンダイナムコフィルムワークス、まあ、これは相当来るんでしょうね。来るんじゃないですか、うん、俺ちょっとテレビで見たことありますけど、うん、やっぱあのね、天才ストライカーを生み出すプロジェクトっていうのはなかなか面白そうですよね、うんうん、本当にリアルの世界でやってほしいなと思います。いや、それは無理です。もうセンターフォワード育ってないんですからね、日本ね、なかなか、うん、はい、ブルーロックでした。次、メットライブビューイング2023から2024のシリーズ、ベルディ運命の力ですね。2023-2024シーズンの第6作目、あ、また重ね言葉言っちゃった第6作、ベルディの傑作オペラを奇才マリウシュ・トレリンスキーがスリリングな演出で描く運命の力、2024年3月9日先月上演したばかりのものを収録ということですね。次、映画機関車トーマス大冒険ルックアウトマウンテン秘密のトンネルということで、2022年の、アメリカカナダのテレビムービーですねを、劇場公開ということで、ソドー島で噂になっている不気味な、ソドー島かな、ソドー島で噂になっている不気味な事件を解決すべくトーマスと仲間たちが、立ち上がるという冒険映画、オリジナルソング満載ということで、カナダのなんか映画賞の音楽部門にもなんかノミネートされたみたいですけどね。これカナダなんだね、イギリスなのかと思ってた。カナダなんだ、ちょっと意外ですよね。まあでもね、別に原作は有名だから、どこが原作権を取るかによって変わりますよね。約63分っていうすごいですね。まだどういうこと、確定してなかったんですね。どういうことなんだろうね。いや多分あのクレジットとかが入ったりするから、はいはい、うん、63分っていう、約63分っていう表記になってるのがなかなかお茶目ですね。次、あと20日からメメントがリバイバルロードショーということで、ね、今ね、なんだっけ、オッペンハイマー、公開中ですし、諸著作のね、フォロイングもリバイバル公開中ですけど、メメントもリバイバルロードショー20日からということで、東京は新宿ピカデリーグランドシネマサンシャイン池袋シネクイント、ヒューマントラストシネマ有楽町、ユナイテッドシネマ豊洲、ユナイテッドシネマ豊島、ムービックス亀有、ムービックス秋島、キネカ大森、キノシネマ立川高島屋 SC 館、イオンシネマ武蔵村山、イオンシネマ多摩センターストレンジャーで、上映ということですね。これ T さん見てます？メメント。メメントは配信で見ました。ああ配信か、うん、メメントもフォローイングも、うん、決して難解ではないですよね。まあ、ホークスではないと思うだからこれは通じませんよ、うん、いやだいぶ解説してくださる方もいらっしゃって浸透してきました。だいぶ浸透してきた。南海といえばホークス、シネマサロンでは阪急といえばブレーブス、近鉄といえばバッファローズ、大米といえばオリオンズ、どれもなくなった球団ですねじゃあトンボって言えば、オリオンズだ、ユニオンズです。あ、ユニオンズは欲しい毎日オリオンズ、松竹、松竹なんだっけ、ロビンズ、ロビンズか、うん、あ、ロビンズかな当時は、二択、うん、フライヤーズでしょ。おー、うん、しゃ俺に聞くなよ、俺知ってるんだよ全部じゃあヤクルトはアトムズ国鉄、国鉄スワローズか、うん、当たりですよね俺はくだらない話になっちゃった俺のせいか、はい、まあ何回行っちゃ何回なんじゃないの。そうかな、うん、そうでもないよね。何回っていう言葉とはちょっとね、うん、筋が分かりにくい、うん、複雑な作り、うん、そうだ ね複雑な作り、うん、作り上がり、うん、それは何回ではないよね。でもそれをさ、人によっては何回と思っても仕方がないんじゃない、まあね、だからその何回だからちょっと見るのをね、控えてましたみたいな方もいらっしゃったんで、うん、ぜひメメントもね一度ご覧いただければと思うんですけど、うん、うん、はい、はい、すいません。え、で終わりだよこれで。いや、あ、それで終わりだったんですね、うんうん、あ、失礼します。じゃあ早速次は T さんの気になる作品はいかがでしょうか。はい、私の気になる作品は
辰巳、うん、陰陽師ゼロ、うん、偉人たち、うんうん、マンティコは怪物、おそれが4番目なんだ、アマロック、うん、死刑台のメロディー、うん、ジャックリベットはどれがいいのかわからないけどどれか見たいなって思いました。なるほど、はい、一番短いのが良さそうだけど、一番短いのでも長いんだよ、ね、私も辰巳が一番見たいんですけど、うん、竹内さんなんでこれ4番目なの、うん、上の方が見たかった、あ上の方が見たいんだ、うん、あとね、偉人たちって、うん、偉人たちの夏とちょっとなんか設定が違うっていうか、なんか予告編見た限りですよ。だからさっき改変を加えたって言ったじゃん。そうそうそう、うん、そうなんですけど、うん、なんかちょっと同性愛が匂うような予告編になって、同性愛を描いてやっぱそうなんですね、うん、だから当時名取裕子さんだっけ、うんうん、の役をだからポール・メスカルやってるでしょ。そうなんだ、うん、なるほど、違ったかもしれない、ちょっと記憶で喋ってるけど、名取裕子の役がポール・メスカルだったと思うけどな、ちょっと、え、まだ映画見てないから分かんないね、偉人たちは。なるほど、うん、結構見た人もいるみたいだけどね、偉人たち。あ、そうなんだね、うん、東京国際映画祭なんかどっかでやったんじゃないかな、うんうんうん、ということで、辰巳はちょっと決定させていただいて、辰巳が最初なんだよ、はい、うん、まあ、全然いいと思います、まあ私と T さんの1位になって、リクエストも俺も4番目だから、うん、だって4本選ぶでしょ今週、うん、かな、うん、で竹内さんは1位の陰陽師、うん、T さんいや陰陽師じゃないんだよ、陰陽師ゼロ、うん、それからまあ偉人たち、うん、問題は4本目なんですけど、4本目だよね、これマンティコアって、うん、こう想像上の化け物なんですかね、うん、それは見ないとは分かんないよね、うん、ゲームデザイナーなんですよね、うん、まあ、一応設定はそうみたいな。でそのゲーム上のクリーチャーを開発してたら、そいつが画面から飛び出してくるんですかね。いやーそうではないと思うけどな。そう、うん、でもこのアマロックも捨てがたいんだよな、うん、いやいいよ別に、そうそう、これしかも鶴ヶ太郎さんも出てるから親子共演ですね。あの共演場面あるかどうかちょっと分かんないけど ね江口さん見てるだけで面白いしね。まあね、うんうん、ということでアマロックにさせてもらいます。あ、いいよ、はい、ちょっと意外だったね俺はてっきりメメント選ぶと思ってたけど、いやー、まあもうフォローイングやったし、フォローイングやったよねすごい、そうだ、そんな曲だった、うんうん、思い出した、うん、メメントやってもいいんですけど、まあとりあえず、うん、はい、ということで今週のシネマサロン課題作品は、はい、偉人たち、はい、陰陽師ゼロ、はい、アマロック、はい、そして辰巳、はい、以上4本にしたいと思います、うん、じゃあ引き続き、はい、じゃあ特集、はい、今週の特集ですね。まず一つ目、シネマベイラ渋谷で4月20日から5月24日でウォルシュを見て死ね。ウォルシュは誰だか分かりますよね。ウォルシュ、うん、ラオール・ウォルシュ、うん、ラオール・ウォルシュという監督がいるんですけど、まあ珍しいよね、ラオール・ウォルシュの特集ってなかなか見られないと思うんですよ今ね。だからまあこれもいいチャンスなんで、ラオール・ウォルシュの作品を見られますね、結構たくさん。ラオール・ウォルシュはサイレントの頃から活躍している。まああのテレビでよく西部劇ね、よくテレビでやってましたけど、まあ、一番有名なんだと日本で未公開だったんだけど、ハイシエラとかね、ハングリーボガードとアイダルビドの作品、これはあの確かこのシネマベイラで見たんだと思うんだよな、僕昔テレビで見たけどね、ハイシエラ、深夜 TBS だったと思うんだけど、それで後にあのこのなんだっけ、シネマベイラで見た記憶がありますけど、ね、これ番組編成どのところやってらっしゃる、なんか持ち込みも多いみたいだよね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ N 先生がお会いになってるとばかりは限らない、うん、なんか最近持ち込みが多いって聞いたけど、うん、まあわかるような気もしますね、うんうん、あと有名だとジェームズ・キャグニーの白熱とかも有名ですよね。あ、鉄腕ジムとかも有名かもね、うん、まあいろいろありますけど、なかなか見られないと思うんで、こんだけまとめてすごいもん、これ全部見たら 2,4,5,30 本ほぼ見られると思うんですよね。すごいね、もう一気にラオール・ウォルシュ語れる人になっちゃう、うん、ということで頑張ればラオール・ウォルシュを語れる人になれます。次、2つ目の特集はさっき紹介しましたジャック・リベット傑作選、東京ではヒューマントラストシネマ渋谷で4月の19日から5月の9日まで、
作品は、さっきも紹介しました地に落ちた愛完全版が、2時間56分、そして彼女たちの舞台が2時間42分、さっき紹介しましたパリでかくれんぼ完全版が2時間49分、で最も短いのがデュエルですね。これが、2時間1分。これは見やすいよね。デュエルってでも最近どっかで上映してたよね。なんで上映したんだっけあれは。もう最近記憶が。あとアンコール上映でセリーヌとジュリーは船で行く。これがサブ68、3時間13分。でこのセリーヌとジュリーは船で行くはね、この間話していた今公開してますパストライブス再開の監督セリーヌ・ソン監督の名前を英名を決めるときにお父さんがこのセリーヌとジュリーは船で行くから取ってセリーヌと名付けたっていう話をね、なんていうのあれトリビアでちょっと話しましたよね、まあこれね、まあ、暇だったらこんなに楽しい上映はないんだけどなかなかちょっと3時間単位の映画をそう何本も1本はぜひ見てみたいと思うんですけどね、見てないやつ、パリでかくれんぼかな、やっぱり。次、さっき紹介しましたエンニオ・モリコーネ特選上映ということで、特選と言いながら2本しかやんないのはちょっとどうなんだろうと思うんですけどね。なんだろうこれは一体、なぜこの2本だったのか。まあ、シケダのメロディーはね結構有名なあれですけど、なんかやっぱりジョン・バイズの歌の方が印象に強いかなと思いますけどね。まあテレビだとエンドクレジットやんないからね、余計そうなのかもしれないけど。それからラ・カリファが初公開ということで、これは一応今年公開作品のくくりになると思います。7回は上映するな、7日間上映すると思うんでね。でこれはロミー・シュナイダーとウゴトニャッツィの主演で、ウゴトニャッツィはさっきも言ったようにイタリアの映画賞で2つ主演男優賞を取っていて、マリーナ・ベルティが1つ助演女優賞を取っているということですね、まあでもモリコネの曲で、日本未公開なんでちょっと見てみたいなという気はしますよね、次、神保町シアターも番組代わりで4月20日から5月24日まで、これも珍しい括りの特集だと思います。戦前戦後東京活写ということで、東京のいろいろな風景を東京という括りで特集上映するというさあれでね、結構いろいろな、この間ちょっと話した戦後最大の誘拐吉典ちゃん事件を捜査する刑事たちを追うドキュメントドラマ1万3000人の容疑者、関川秀夫監督作品とか、あとまた成瀬みきお監督作品が何本も割と東京の風景が多いのでね、いっぱい撮ってますけど、僕は見てないやつもあるので見てないやつを見に行きたいなと思いますけどね。あと放射汚染のコーヒー事故とかも入ってますね、なかなか面白い特集だと思いますんで、ぜひホームページなりなんか貝貝貝って書いてあるから貝尽くしかと思っちゃった。ケンケンケンって書いてあるんです。見た見た見たってね、はい、入れてるんですね。会にしか読めなかった。いいんですよ、あなたに見せてるわけじゃないんだから別に。何も解読してくれって言ってないでしょ。勝手に解読してんだろ。解読ってぐらいで、ね、解と読んで解読。続いて今週の午前10時の映画祭14、まだチラシがゲットできてません。今週4月19日から25日は全国的にインディ・ジョーンズ最後の聖戦ですね、1989年のアメリカ映画、日本では同年の7月8日 UIP 配給で公開、アメリカアカデミー賞の3部門の候補になって音響効果編集賞受賞、バフタイギリスアカデミー賞も3部門の候補、アメリカゴールデングローブ賞は、ショーン・コネリーが助演男優賞を受賞、助演男優賞候補になった。あとヒューゴー賞の最優秀ドラマ部門で、受賞と、それから日本アカデミー賞の外国映画部門の候補、キネマ旬報ベスト10では参考ですけど21位というふうになってますね。監督は、当年78歳になられるスティーブン・スピルバーグですね。まあこれは何といってもね、ショーン・コネリーがお父さん役で出てくるっていう作品で、それが一番興味深いと思いますね。
それから、単館メガザ情報ですが、まず単館コーナーはテアトル新宿は20日オデッサミッドナイトムービーズボル17ということで、監督特集のオールナイトは坂本裕吾監督が取り上げられてますね。最強殺し屋伝説国岡完全版とベイビーワルキューレベイビーワルキューレ2ベイビー、この3本がオールナイトで上映と。シネマート新宿は19日から25日に、人生って素晴らしいビバラビーダ、これを限定ムーブオーバー上映と。新宿ケーズシネマは、13日からあれ13日から、松田優作の狂気が上映されてます。まだ上映中ですのでどうぞお運びください。まあ、シアターイメージフォーラムピーター・グリナーは明日で終わりですね、いよいよ。それからヒューマントラストシネマ渋谷では21日アースデー東京2024ということで、グレタ一人ぼっちの挑戦の上映会があります。あと22日から26日まで殺川あゆみデビュー20周年記念特別企画殺川あゆみ映画祭ということで、ヒメアノール、誰かの木琴、ポンチョに夜明けの風膨らませて、銭形、タイトル拒絶の5本が上映されます。でも殺害だったらあれ入れてほしかったの、ハピネットがやった、ハピネットじゃない、あ、ファントム、ファントムがやった、うんうん、忘れちゃったあれが僕は殺害にすごいなと思った映画なんで、あれやってほしかったなと思うんだけど、ほんとタイトル出てこなくて嫌ですね。皆さんをモヤモヤさせて、どれ、なんかあのクイズ出されてんのかって感じはしますけど。ヒントは殺害あゆみが出ていてファントム配給ってことぐらいだけど、また果たしてこのファントム配給が合ってんのかどうかもよくわからんというとんでもない話ですね。だから文化村ルシネマ渋谷宮下では19日から25日浜口龍介監督最新作悪は存在しない公開記念で、なぜかリオブラボーをやるんです。リオブラボーは最近このコーナーで、このコーナーじゃない動画で話したの、なんか記憶にありますか？いや、記憶ない。 The science and king The west The cattle go down onto the street。 この歌で思い出すのは何ですか？いや、あんなに歌ったのに、ね、歌ってましたね瞳を閉じてん中で真ん中で歌うじゃん。あ、もう瞳閉じてましたからねそれ面白いことでもなんとかなるっていうのやめてくんないかな本当にもうやんなっちゃうね、まあ、あの真ん中でね、あの3人で歌う曲が、あのリオブラボーの主題歌のライフルとアイバね、ディン・マーティンとなんだっけ、あいつ名前が出てこなくなっちゃった。もうダメだね、俺もう終わりだね、ほぼ。まあいうことで、リオブラボーね、このチャンスに見られるのはいいと思いますけど、一体何で上映するんだろう。35ならまだいいけど、ブルーレイだったりするのかな。まあいうことで、リオブラボー素晴らしい映画ですね。ハードボックスだよね。それから恵比寿ガーデンシネマでは19日からストップメイキングセンス 4K レストアの再映、アップリンク吉祥寺は19日からヒアーとゴーストトロピックね、バス・ドゥボス監督に作品の上映がムーブオーバーで、それから燃えるドレスを紡いで漫才協会ザ・ムービー舞台の残りない面々まぶたの転校生もムーブオーバーと再映ということになります。あとなんか突然22日から26日まで妖怪の孫緊急リバイバル上映ということで、なんで上映するんだろう。これは今の自民党のあれかな、安倍派の話だからかな。どうすかね、安倍派の裏金の話かな、記念かな、記念っていうのは分かんないけど、まあね、清和会です、清和会、安倍さんはだって裏金やめろっつってた、ね、いや、そう、それをなんかうやむやにしちゃったんだよね。まあ、それはいろんな人が動いたみたいですからね。清和会です。もう最近政治評論家までやられてるんですね。いや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 、評論してないです、一切じゃあ、政治感想家ですか。次、国立映画アーカイブ長崎念ホールオズでは5月5日まで生誕100年高峰秀子をやってますね。今週も、あ、女が階段を上るとき、20日土曜日に上映しますね。あと木下圭介の作品笛吹川、晩年の代表作の一本衝動殺人息子よとかいろいろ上映されますね。来週の金曜日に宗像兄弟やりますけど、宗像兄弟はね、今度はあの午前10時の映画祭にも入ってるからね。あと金曜日の朝じゃない、1時から女が階段を上る時の2回目の上映があるみたいなんで、あ、もう3回目か。女が階段を上る時素晴らしく面白いですので、ぜひね。次はどこだ、次はどこだ、渋谷シネマベーラは現在明日までこの小林信彦セレクション決定版世界の映画人
喜劇人観光記念 That's Comedians Once More が上映してますけど、明日の上映はマルクスの二丁拳銃、毒薬と籠城、モロッコへの道、腰抜けモロッコ騒動、オペラを踊る、すすめオリンピックの6本が上映されますね。で20日からフィルム代わり番組代わりで、5月24日までウォルシュを見て死ねが上映ですね。それから池袋新聞芸座はまたまた細かいので、ちょっと早めに行きます。20日まで裏切りのサーカス、ジェゴーダンの獣、4K レストアディレクターズカット版、グラディエーターの3本が20日まで上映。26日まで生誕100周年記念プロジェクトイン新聞芸座ボル2、映画監督岡本喜八特集ですね。これが26日まで。それから20日新聞芸座×アニメスタイルボル174、デジタルの夢アナログのロマンということで、ブラッドと人狼の上映がありますね。それから19日、これがありましたね。19日、クロード・ミレール監督脚本、パトリシア・ハイスムス原作の愛していると伝えて、ジェラルド・パルデューがまだ細い頃ですね、ジェラルド・パルデューミュウミュウ主演の愛していると伝えてが新聞芸座シネマテイクボル44、愛の困難ミレール&ズラウスキで上映されますね。ちなみに26日の金曜日は、アンジェイ・ズラウスキーの大事なのを愛すること、ロミ・シュナイダー、ファビオ・テスティ、クラウス・キンスキーの主演作品ですね。はい、それから、21日イバニエズの激流と肉体の悪魔上映、21日28日がソナチネと5人、22日から24日と27日、月と愛に稲妻、2本立て、22日、24日、27日、29日、30日、マエストロ、その音楽と愛と、これ素晴らしい映画なんで見逃してる方はぜひどうぞ。23日、25日、27日、29日、小野制限プレゼンツオーディオルーム新聞芸だということで、この動画でも取り上げました、ターターが上映ですね。25日と26日、28日、きっとそれは愛じゃないと私がやりました、両方ともこの動画で取り上げてますんでぜひお運びください。早稲田松竹は、13日から19日ですね、月と福田村事件の2本立てで、前半のモーニング後半のレイトショーで大島渚監督の、公式映画上映されます。20日って何日だっけ、20日って何日だっけ、土曜日、ああそうか、今週の土曜日だね。20日だ、19日明日までがあれだね、今の番組で20日から26日まで山下何だっけ、これ信弘だっけ、信弘監督特集、カラオケ行こと、リンダリンダリンダの2本立てで、前半がレイトショーで後半がモーニングショーで、天然子結婚、うわ懐かしい、天然子結婚、一応何もしませんでしたけど宣伝監修のクレジットがついてますね。これね現場も一回も行ってないし、ほぼ何もしてないと思いますけど、天然光景当たったんですか、結構ね、まあ良かったですね。竹内さんがやんなくても当たるも当たるんだ、当たり前じゃん世の中映画が当たるんであって俺が当ててるわけじゃないからとか、俺は当たる映画をたまたま担当しただけですから、僕がやんなくても当たる映画当たりますよちゃんと。でから次、神保町シアターは追悼企画、映画で読みがたどる山田太一と木下圭介、テレビドラマ創世記を支えた兄弟2人、これが明日までの上映ですね。明日は、この子を残して、木下圭介この子を残して、そして大林信彦監督作品、さっきねちょっと話しました偉人たちとの夏、それから木下圭介監督作品で夕焼け雲が、上映されます。あと江ノ県特集もやってて、江ノ県はお昼12時の回だけですね。江ノ県の飛びつけ冒険旅行で終わり、そして20日から、番組代わりでさっき紹介しました、戦前戦後東京滑車ということで、20日から26日1週目はですね、今井正監督作品で、キネマ旬報ベスト10第9位の日本のおばあちゃん、そして、1962年松尾明則監督作品、これ松尾明則の代表作の一本って言っていいと思うんですけど、人間狩り、結構評判いい作品で一回見てみようと思うんですけど、なかなかキャッチアップできてます。でさっき、話しました吉典ちゃん誘拐事件の1万3000人の容疑者、も上映されますね。
それから渡里哲也が東宝で撮った大河原隆夫監督作品ゴジラで有名ですけど、キネマ旬報ベスト10第7位になりました誘拐。まあなんかあの渡里哲也がねもう病弱になってから東京を駆けずり回される映画ということで有名になりました。誘拐も上映されますけど、次下高井戸シネマは明日19日まで草原に抱かれて私はモーリンカーに正義を殺すのは誰、ミツバチと私、ビヨンドユートピア脱北、彼方の歌公開記念、杉田教師監督特集が上映されてましたが、20日から26日、弟は僕のヒーロー、ボルテックス・ボルテックス、ナポレオン・イチコ、そして特集として日々をつなぐという特集が上映されます。上映作品は日の里、オアシス、チーズとウジ虫、空に聞くお天道様が惜しいが上映されますね。なんだっけ、これ浜口竜介監督作品のカメラを担当した飯岡幸子さんの作品を中心に、やるということですね。日の里はこの飯岡幸子さんの監督作品ということですね。あと小森遥監督作品の空に聞くなどが入ってるということで、なかなか、今なんか言った言ってないの、空耳やーだった今、今なんか話しかけられたのかと思います。本特集は京都成功者大阪シネヌーボーにも巡回いたしますということらしいので、京都大阪のファンもお待ちかねください。次、ラピュタ阿佐ヶ谷ですね。ラピュタ阿佐ヶ谷は4月14日から始まりました起きて転んでまた起きて前田洋一の反真面目精神喜劇パラダイスが特集上映中で5月18日まで続映中ということで、20日土曜日までがチンコロアマッコスチャラカシャインススメジャーガズ敵前上陸濡れたいびきの4本、21日から23日が濡れたいびきと濡れたいびき2週目ですね、虹を渡って喜劇右向け左次郎長青春編突っ張り清水湊、24日から27日が虹を渡ってと喜劇右向け左次郎長青春編突っ張り清水湊の2週目、そして土佐の一本釣りということで、21日にヒーロー巴さんがいらっしゃって虹を渡っての上映後にトークがあるみたいですね、はい。それからモーニングショーは、いよいよもう終わりになりますけど、昭和の銀幕に輝くヒロイン第107弾高峰秀子少女スター時代編がいよいよ27日までですね。で、20日まで、牧野雅宏監督の非常に愉快なミステリー映画昨日消えた男、長谷川一夫と山田五十主演ですね。高峰秀子は島田曲に言った貧乏浪人徳川無生の娘役で彩りを添えているということですね。で、最後の番組が秀子の車掌さん、4月21日日曜日から27日土曜日の上映10時半ですよね、いうことで秀子の車掌さんで最後になります。そしてこれも終わりになりますね、いよいよね。レイトショーは4月30日まで庶民の夢と欲望に寄り添ったエクセスフィルム35年の歩みボル1、エクセス作品を彩った魅惑の女優たちということで、20日、土曜日までお一人様みそじ OL のせい、監督は工藤正則監督、そして21日から25日小林ひとみ抱きたい女抱かれたい女、これが、下本哲、監督作品で、最後の番組が4月26日から30日人妻セカンドバージン私を 襲ってください、これが監督脚本上條秀夫監督ですね。次、モーク阿佐ヶ谷ですね。モーク阿佐ヶ谷は、19日から25日の上1階が夢見る給食ナショナルシアターライブリアオ子猫お願いが上映されてますね。で、下地下1階がアウステルリッツドンバスルーパリで生まれた猫春画先生春の絵春画が上映されています。からキネカ大森は、19日から25日の名画座が、花くたしと、そこのみにて光り輝くですね。ウー・ミホ監督、ですね。のそこのみにて光り輝くの2本立て。それから、19日から、メメントのロードショー。から、ボーは恐れているの、ムーボーバー。映画機関車トモス大冒険ルックアウトマウンテンと秘密のトンネルのロードショーという番組になってるみたいですね。
下北駅根前シネマ K2 は19日から成功したオタクと12日の殺人のムーブオーバーで、浜口竜介監督特集が、なんだっけ、悪は存在しないの記念上映で、19日がパッション英語字幕付き、20日何食わぬ顔、21日波の音、22日波の声気仙沼、23日波の声新地町、どっちかな、24日歌う人、25日不気味なものの肌に触れる女優が続編中がパラレルプラス人造魔法少女カイニとマイライフインブッシュオブゴーストが怪獣は襲ってくれない NN4444 が続編中ですね。下北沢トリウッドはギデンズコー監督作品の赤い糸と輪廻の秘密が19日から、まあ、再映ムーブオーバーどっちというのかなから、ブラッディエスケープ地獄の逃走劇が25日まで続映中、あとそして青春ジャック止められるか俺たちを2も続映中と、以上でございます。これ監督5って書いてウーなんですか。5かな。ウィキペディアにはオーミポって、あ、オーミポか、はい、ポポだ、あ、ポオーミポ、はい、あ、そっか、韓国語読みしなきゃいけない、 みたい、ね、俺なんか中国語読みしてたよオーミポだ、そう、オーミポ監督ですね、はい、あ、そうだそうだ、失礼しました。吉野ちゃんですね。あ、吉野ちゃん、さっき吉野ちゃんって言ったね、うん、そうそう、うん、佐藤ちゃんって呼べるんだね、やっぱりあの、フェイシーズするかフェイシーズ、フェイシーズって言ってたみたいですよえ、フェイシーズ、うん、何フェイシーズって、この間の先々週かな。ああ、そうなんだ、うん、それはそれはそうなんだ何のこと言われてるかよくわかんないかなり強く否定されてた、うん、そうなんだ、そんなことがあった、うん、あの、皆さんこういう人なんですよちょっと佐藤ちゃんの記憶喪失が僕にも乗り移りまして、よく覚えてない。ただお茶目なだけなんでいやそうなんだ気になさらないでくださいということで、はい、今週のシネマサロン課題作品なんですが、一人たち、陰陽師ゼロ、はい、アマロック、はい、そして辰巳なんですが、はい、今週は割と公開関数も多く、うん、辰巳ですら20スクリーン以上でやってるの で、うん、そうですか、割と地方の方もご覧になりやすいんじゃないかなと思います。でも辰巳、東京は一巻だけどね。東京はね、うん、だけど地方は結構ね、頑張って同時上映なんだ。順次じゃないんだね。順次もありますけど、うんうん、同時もまあまあ。でも同時じゃ20巻なんでしょ。27、8、9ぐらい。それが同時なわけじゃないんだ。じゃないんですよ、ね。あ、そうかそうか。ちょっとずれてるとこもありますけど、うん、同時のとこも結構ありますみたいです、うん、はい。ということで、今週のシネマサロン課題作品を決めてまいりました。引き続きリクエストもお待ちしております。どうもありがとうございました。